senpai. Nan dakke? Doushiyou. Tasukete kure.風の音がする。 なんて心地いいんだ。 今度はピアノ。 ゴミの中で美しく響くピアノソナタ、カプリチオーソカンタービレ、気ままに気まぐれに歌うように。ここはどこ？あれは。 先輩のですよ。苦しそうだったから私が外したって覚えてます。人違いだ。それは俺じゃない。先輩ですよ。違うと言ったら違う。だって匂いは同じでしょ。ついてくるな。 千秋様に馴れ馴れしく話しかけたりして。昨日拾ったんです、千秋先輩。なんで？どこで？うちの前で。なんで？だからよくわかんないけど。
ないない。妄想妄想、いつものことよ。でも先輩が私に助けてくれって。谷岡はじめ。ヘイヘイブーいや、泳ぎにはぴったりでしょ。最後がいいね。あちゃき先輩。あ、これはこれは。どうぞお入りください。いや、僕部屋間違えたから。お待ちしました、千秋くん。いや、生で見るとオーラが違うな。これでもう落ち線なんて言わせないぞ。落ち線落ちこぼれ専門教師、ひどい話でしょ。まったく立ち話もなんですから。おう、この俺が落ちこぼれの。ところでベルトは。すいません。我が桃ヶ丘音楽大学の英語系は各楽器の成績上位者で編成した、いわばエリートオーケストラです。今年はコンサートミストレスの三木清良をはじめ、将来有望な生徒もいますから、来月の定期演奏会にもいらっしゃるとい。ぜひ。調子はどうや。江藤先生、ようやくまとまってきたところです。これからが正念場ですけど。期待しとるで。はい。理事長、ご紹介します。こちら月刊クラシックライフの川野さん。なんだか面白めに書けるのよね。え？あ、ごめんなさい。クラシックライフじゃなくて、うちの英オケ。死にたり寄ったりで、そう思わない？かなりレベルは高いように思いますけど。そうね。この人たちなら学校を卒業してからでも立派にやっていくんでしょうね。だけどね、本来はチャンスに恵まれずにうずもれていく才能を発掘してこそ私たちの仕事なのよ。なんとかしてあげたいんだけどな。二台ピアノ。うん、やってみない？彼女3年の野田めぐみくんと千秋くんとで二台ピアノのレッスン。二人が知り合いだったとはね。ちょうどよかったよ。ちょっと待ってください。なんで俺がこんなのと一緒にレッスンなんか。こっちのピアノにします。やるなら普通先生とでしょ。二人の二台ピアノかなり面白いと思うんだよ。野田くん実はピアノ上手いし。いくら上手くてもあんなめちゃくちゃな弾き方するやつに合わせられるわけない。またまた、君ならできる。なんたってこの大学で一番ピアノ上手いんだから。あ、できないなら仕方ないけど、後輩指導だと思ってね。モーツァルト2台のピアノのためのソナタ。知らない。俺もやったことない。結構早い曲で合わせるの大変だと思うけど、まあ気長に練習してよ。おい、一回不読みしたらとっととやるぞ、ゴミ女。のだめって呼んでください。テンポはゆっくりでいいから、このくらいで。行くぞ。たった2小節で間違えるな。もう一回行くぞ。なぜ、どうしてこんなにめちゃくちゃなんだ。え、楽譜見てねえじゃねえか。でもちゃんと発布してます。どこがちゃんとだ。タッ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 タがパパパパパパってどういうことだ。なんとなく。野田くんは耳がいいから耳で聞いて覚えること多くて、楽譜見ながら弾く習慣ないんだよね。だからデタラメだったのか。おまけに大の練習嫌いだし。まあ気長に頑張って。冗談じゃねえ。こんなレッスン3日で十分。
よりによってあんなハムなんかと。開けるか普通その勢いで。どうしたんですか。あ、ベルトですね。どけ。先輩、ベルトならここに。掃除。え？掃除道具全部出せ。掃除道具？掃除機なら出しっぱなしに。どこだ？ベッドの上です。ベッドはどこだ？そこです。あ。何なんだこのゴミの山。俺が全部撤去してやる。ああ、ダメです。このダンボールには人のものがたくさん入ってるんです。学校の道具とか。ああ、このダンボールの中には実家からの食料がたくさん入ってるんです。これがないと死んじゃう。何、これは何だ。多分クリームシチューです。クリームシチューは黒いのか、トグロを巻くのか。はい、1年も経つと。おい、このイクラは何だ。ご飯です。おい、このキノコは何だ。洗濯物です。ふにゃぶらちゃん、ふにゃぶらちゃん。黙ってろ。この匂いは。あ、先輩、俺に手料理作ったんです。どうぞどうぞ座っててください。いいよ俺は。いいからいいから。おけつ占い。はい。なんだこれ。アジの干物のマヨネーズ添えです。だからこの黒いのは何だと聞いている。アジです。罪だ、殺す気か。手料理というならこれくらいのものを作ってから言え。いやー、すごいすごい、何ですかこれ。ヒレリゲアラパンナコンイブロッコリー。おいしい、すごい。お母さんなのにお前天才ですよ。そこまで。のだめ感動でしょ。今度はもっとうまいの作ってやるよ。